なんで YouTube を開設したのかというと、はい、ダダン、収益が欲しいからです。だけじゃないですよ、そうですね、ダダン、有名になりたいからです。ダダン、見てください。ダダンってさ、どれ作るんだよ。自分で言うたいんです。自分で言うやつっていうキャラです。はい、まあそんな感じ。まあまああのね、ちょっとあのいろんなことにね挑戦していこうということで、はい、YouTube もやらせていただこうかなと思っておるんですけども、うん、まあね、これで初めて見る方もいらっしゃると思うんで、はい、自己紹介をね、もやっていきたいんですけど、はい、まあ、自己紹介普通にやっても絶対思んないんで、はい、大阪人なんでちょっと面白おかしくできたらいいななんて思ってるわけでございまして、はい、今回はですね、はい、あの童謡とか、うん、ね、童謡あるじゃないですか、童謡に、童謡のメロに合わせて、メロとか言ってた。言われますけど結構
私は。すごい。
喋ってるけど、本当はライブ映像とかは、はい、大阪出荷集とって検索したら、うん、他にあるのでライブ映像で、はい、一応言ってます。はい、お願いします。お願いします。ちょっとでも応援したい。この6人の女ちょっとうるせえなって思った方はグッドボタン、めちゃめちゃツッコみたい、物申したいと思った方はコメント。大阪春夏秋冬のゆうなです。春夏旬のバラエティービー第1回目、ご視聴ありがとうございました。たくさん動画上げていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして次回は YouTube 入門編として、メンバー全員がペヤング極激辛にチャレンジ。しかしとあるメンバーにまさかの事態が。これからどうぞよろしくお願いします。バイバーイ。